それでは今回も始めていきます。レッツスタート。アイシャドウベースはすでに塗ってあります。まずはニックスのジャンボアイペンシル、ポッツ&パンズというシルバーのアイペンシルをまぶた全体に塗り、指でなじませていきます。そして今回はリクエストでもいただいていたケイトのジェリーモードアイズを使っていきます。まずは真ん中のシルバーカラーを指でつけ、ブレンディングブラシで全体をぼかしていきます。そして次に左のグレーシャドウを目のくぼみにぼかしながら入れていきます。そして次にブラックのシャドウを目尻3分の1に入れ、よくブレンディングしていきます。眉下にはスキンホワイトを入れていきます。次に下目尻3分の1に先ほどのブラックシャドウを入れていきましょう。そして黒目の下あたりから目頭にシルバーのシャドウを入れていきます。うん、キラキラ。次に黒のアイペンシルで上下の粘膜を入れ、目全体をクールにキュッと引き締めていきます。そして次はアイラインを引いていきます。長めに引いてもいいですし、猫目に引いてもいいですし、お好みでそれは引いていってくださいね。ビューラーでまつげを上げたら、今回は100円のつけまつげの羽まつげ12番をつけていきます。このつけまつげとっても人気があるみたいですね。つけまつげがついたら上下にマスカラをたっぷり塗っていきます。そして次はチークです。今回はオレンジ系のチークを、目元が派手なので薄めにつけていきます。そしてリップはレブロンのジャストビトゥンキッサブルの新色のプレシャスというヌードカラーを塗っていきます。とてもナチュラルなので普段使いに全然使えちゃいますね。キッサブルだけでも OK なんですけれども、仕上げにヌードカラーのグロスで唇にツヤを出したらメイクは完成です。
やったにー、やったー。